まあ、タイの家の作りってこんな感じですよと。これが、ルックが使うシャワー。ルックが使うシャワー。で、まあ、ここが、こうね、まあ、ここがあいつの寝室。ルックとチェロが寝る寝室。まあ、くれえな。そしてここが俺が使うシャワー、これが俺の部屋。なんかね、家具がちょっとやっぱ日本のように使いやすくはないんだな。そしてここがギターの部屋ね、子供部屋。暗いつ。ここでね、夜通しギターが遊んでんだよね。はい、ギターの部屋。はい、非常に大切な、ね、時間ですけど、ね。はい、ほんで、この1階に来ましたと。そして、ここは、お客さんが使うシャワー。ね、トイレ。で、まあ、これキッチンですと。ね。まあ、犬たくさんいますと。ね。まあ、そして、ここが、あ、まあ、意味ある、まあ、意味ある。まあ、意味ある。はい。お手伝いさんがいますと。な。うん。お手伝いさんがいないと思ったらいたって。外に来ましたと。で、あれが昔の俺のバイク。うん、はい。ポンポン、ポンポン。今のがね、お手伝いさんの彼氏。のーん。変なよ。あれがね、お手伝いさんですね。まあね、今回のお手伝いさんは、非常にこう、綺麗好き。部屋が散らかりすぎて、みんなお手伝いさん辞めちゃうわけよ。やってらんねえっつって。その気持ちはよくわかる。あんま散らかってる部屋に住んでると体に良くないんだよね。太る。うん。簡単に言うと太る。あと、自律神経系がね、こう、ヘヤヘヤになるよね。自律神経失調症で本気で、片付けろって。行って送り込まれたのが彼女。うん、でね、この外にさ、電気があるでしょ、あれ。マイナス15度になったやつ。あん中に何が入ってるかっていうと、ね。あん中に、あれがある。ルックの母乳が溜まってんだよ、その。冷凍保存されてんだよね。もう何年も前の。なんか怖くない？そう。なんかね、あいつ捨てられないんだってさ。冷蔵庫ね。俺たちがもしも交通事故でバーンって死んじゃってみんなね。で、誰かがここに来て、パンドラの箱を開けるときに、なんだこれっつって、母乳だーとかって。